ギターフリックローリーファン待望の企画、ローリー友の会俺のこの一本第3弾。はい、今回もね、100本にも及ぶ莫大なコレクションから最高のギターを持ってまいりました、はい、まあでも前回のBベンダー、はい、さすがに時間がちょっと余りましたよね。そんな風に見えましたかね。実は昨夜自分もそんな風に見えてたね。そういうこともあろうかとね、ちょっとギターアクセサリーもね、紹介しようかなと思って。いいですね。まあ、はい、ギターだけではちょっとやっぱ間が持たないということでよろしいんでしょうか。まあ、それもあるかな。それでは持ち時間の方は5分に戻していいですか。いや、うん、5分って人生のこの5分で言い切れるかな。まあ、それでその5分の中にアクセサリーも含めるかどうかというところですけれども、まあさすがにね、5分で全てを語るのは難しい。難しいけどやってみようかな。えらい弱気な展開になってまいりましたが、さあでは早速始めてまいりましょう。ローリー、今日の愛用の一本は何でしょうか。いいことを聞いてくださいました。なんとなんとなんと、これは1995年頃にベトナムで誰かが手作りで作ったアダムというギターの形をしたものです。ギターではないんですか。これは絶対エレキギターじゃないんですけど、 なぜかというと後で説明しますけど、ギターの形をしたものです。ほうほう、ここがポイントです。まあ、確かにちょっと不自然な部分はありますけれども、ギターではないんですか。いや、ギターではあるんですけどね、おそらくこのギターを作った人はエレキギターを一回も見たことがないと思います。そうなんですか。もう本当にツッコミどころ満載。では、5分間をスマホで測ります。よーい、スタート。まずはですね、皆さん、冬になると乾燥しないですか。乾燥しますね。ですから大体皆さんこう、ニベアとかね、こうハンドクリーム塗りますわ、そうじゃないとピックがねツル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 滑って困っちゃう。その時にものすごく重宝なのはこのゴリラの鼻水。何ですか、ゴリラの鼻水。ゴリラの鼻水ね。ちょっと見せていただいてもいいですか。ゴリラスナート、ゴリラの鼻水ですね。これはですね、何かと言いますと、これを指につけるとピックが絶対に滑らない、むしろ自分の指とピックが一体化して自分の爪のように感じることができる。ちょっと僕のピックで恐縮ですが、ちょっといいですか、剣ちょっとこれ、まずこれを、はい、これ普通だと、もう滑りますね、やっぱ乾燥してますからね、はい、ではじゃあ、ゴリラの鼻水を指とですね、はい、つけてくちくちっとして、はい、それでピックを持ってください。全く離れないですよ、指を離しても多分離れない。ほら、ご覧ください皆さん、これがゴリラの鼻水の実力です。で、ね、ゴリラの鼻水はものすごい強力なので、次の日ぐらいまで粘ればしちゃうのがちょっとそうなんですか。つける前に言ってくださいよ。ギターを弾くだけだったらいいんだけど、次の日までずっとネバネバが残ってしまうのが結構多めについちゃったんですけど。あれ、すいません、もう時間半分ぐらい過ぎます。そしてさ、この1995年になんと関空からベトナムに直行便ができたんです、はいはい、でそれを記念した、番組で、ベトナムの、ホーチミン市から、バスで5時間、そしてそこからカヌーで1時間行った、ぬかぬみの中にベトナムのリッチーブラックモアと言われるスカロップドフィンガーボードでギターを弾いてる男がいるから、その人と一緒にセッションするっていう番組で行った、はいはい、首都ホーチミンって言っても、もう今よりも全然もう本当の田舎でしたよ、そっから5時間行ってカヌーで1時間行ってこんなブーツ履いてんのにね、ズボズボグチ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 、そっか、そのまんま行かれたんですね、グチグチグチって行ったら、そこに
こうスキャロップとフィンガーボードでこう、ブラックモア的なこういう風に弾いてる男がいて、一緒に弾こうぜって言って弾いたりしたんですけど、その村で売ってたギターなんですよ。そうなんですね。 あと1分半です。うわ、正確に言うとこれはギターの形をしてるけど、多分ギターじゃない、まずこのプレートの手作り感ご覧ください、そんなに違和感は、いやいやいや、誰かがこの工業製品じゃなくて全部が手作りなんです。でこの穴の開き具合、この中の、あ、なるほど、あ、はいはいはい、あのその規制のパーツをつけたんではなく、全部手作り、ブライアン・メイみたいなもんですわ。すごいバネが曲がってますね、はい、それで、ペグはそこらに落ちてたクラシックギターのペグを多分、のこぎりで切ってあ、本当だ、クラシックギターで見るとよく分かる。それで、ヘッドの形はその当時流行していたヤマハのギターのコピーなんですけど、トラスロッドっていうね、こう中の線、こうネックの曲がりを直すものが入ってないです。30秒です。はい、さらに、ブライアン・メイだから写真でしか、ものすごいスイッチが多い、写真でしかギターを見たことがない人だと思うんですよ。全部がオリジナルパーツ、もう全てが、はい、それで、これは、どうやら、ピックアップのオンオフスイッチで、これがフロントセンター、センターは、センターからずれてます。気になりますよね。追加、追加でお願いします。追加オーダー大丈夫ですか。追加オーダー、じゃあ、泣きの3分見ましょうかね。よーい、スタート。いや、ギターを写真でしか見たことない人がそこらにあった、まあ、自転車のバネだとか、まあ、色とりどりのバネ、そこらにあったこの家具を分解して作ったね、炭酸電池ですか、炭酸電池が2つ入ってるけど、この穴の開け方、おそらくこのこう電光工具もなかったと思う、のみで切り出したと思う。で、なんと謎のエフェクターがいっぱい内蔵されています。はいはい、ワーブ的な、これブラックサバス的でしょ、はあ、でこんなにつまみがいっぱいついてんのに何を回しても、ちょっとブードゥーな感じがしていいですね。ブードゥーっぽいんですよ。で他のスイッチは何なのか分かんないです。壊れてるのか初めから何なのか。で今回そのメンテナンスするために中身を開けてみたら、見たこともない気持ち悪い回路でした。そうなんですよ。実際あのステージ上で使われたりはするんですか。実際ステージで使ったことはないんですが、具志堅用高さんと、一緒に沖縄の、海岸でロケでギターを弾きまくるっていう時にはこれ持ってきました。多分ね、何かあった時にも丈夫だろうなと思ったからなるほど、簡単に言うと壊れてもいいっていうことですね。さあ、ということで、時間の方も、過ぎてまいりましたけれども、それではですね、一つ、このギターの魅力が一番伝わる、一曲をアドリブでかましていただきたいと思います。ディアハンターで、ベトナムの兵隊に、ロバート・デニーロが、ロシアンルーレットをやらされてる時のイメージ。ああ、でもちょっと聞き迫るものありますね。灼熱のベトナムで何日も何日も息を潜めて耐えていた男たち、精神状態も極限まで来てる。もはや命とは何か、それすら分からなくなってロシアンルーレットをたしなむ、戦争の残酷さが伝わってきますね。
やー、変な汗が出てきましたね。ちょっと怖かったですね。はい、ということで今の曲のタイトルお願いします。地獄の三文役者。違うね。地獄の黙示録みたいなこと。スリーペリー。分かった分かった。はい、どうぞ。タイトルは地獄の押し流し流し流し押し流き。地獄の黙示録みたいな。押し流きと黙示録はだいぶ違いますよね。でも雰囲気としてね。雰囲気ですね。ベトナム戦争映画のこう怖い感じ。もうギターを知らない人がギターを作ったばりのタイトルですね。何しろね、本当にこれ本当にその村恐ろしかったもん。そうなんですか。もう恐ろしかったです。恐ろしです。わかりました。ローリーさん、今日は貴重なお話ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。ということで皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Please subscribe, smash that like button and share the video. Hey! Yeah! Yeah! Yeah!